ちゃ。こんにちは。はい。おめでとうございます。そうですね。ね、いろいろ明けましておめでとうございます。まあまあいろいろね。はい、まあ一応挨拶は済ましてるつもりなんだけども。そうなんです、ね。まあ改めまして。はい。ね、2024年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますの、はい、朝になんとスクープが入ってきました。はい。ちょびっくりしたな。びっくりしました。人的保障。人的保障、山川選手の、まあ、西武から、はい、ソフトバンクに行った人的保障で、なんと和田剛投手が、なあ、はい、これ近日中に発表というふうに、これ日刊スポーツのスクープと、ウェブ版の方のスクープということで、まあまあそうだね、ちょっとびっくりしました。まあ、びっくりしたけども、はい、まあ、42歳というね、はい、あとやっても1、2年。まあそうですかね、ぐらいの感じだよね、はい、まあ、その中でプロテクトを外されてたという、まあ功労者ということを考えると、はい、ね、いろんな思いがあるよ。ただ和田本人の心情をすると、はい、察すると、はい、やっぱあプロテクトされてないんだっていうようなね、そう、ローテーションピッチャーでしょ。いやもうまさにですよ。そうでしょ。だからされてないっていうショックと、はい、まあ、それでも西武が俺を必要と、42歳の俺でも必要とされてるっていうね、その嬉しさと、まあ複雑な心境ではいると思うよね。あのずっとですもんね、和田投手は。まああのメジャーに行ったけども、また戻ってきたのがソフトバンクということで、非常にやっぱこうね、長年にわたり功労者の一人であることはもう間違いないしね。これソフトバンク側の意図としては、はい、そのプロテクト外していたのは取らないであろうと思って外してたのか、それとももううちでは必要ないと思って外してたのか。まあ必要ないっていうことはないよね、はい、去年でもしっかりした成績を残してるし、はい、まあ、それ考えると、まあ、ローテーション今年もね、左の一角として入れようというふうには考えてたと思うよ、うん、ただやっぱり42歳ということを考えると、まあここら辺は駆け引きがあるよね。そうですね、42歳の和田を取らないだろうっていう、プラス例えば西武は投手王国と言われているので、野手に行くんじゃないかとっていう想像もあったと思うよね。いやだからプロテクト28人から外されてたというね、和田にとってみればちょっとショックだよね。そうですね、おそらく和田投手はもうこのままソフトバンクで骨を埋めようという、まあまあもちろん、もちろんあったと思う。まあ仮に外されてたとしても、はい、西武は俺には来ないよなっていうふうな想像もあったとは思うけどね。それはまあ年齢的なこと、年齢的なこともあるし、まあ、ピッチャーが揃っている西武っていうところもあって、ただ42歳で移籍して、まあ、環境に慣れてっていうね、西武の環境に慣れてっていうのは大変な作業だよね。そうですよね。ただ西武はいい左ピッチャーがいる、まあ、例えば隅田とか佐藤だとか、はい、あとは今年ね、あの去年ドラフトされた、まあ、今年からね活躍するであろうと言われている竹内、はい、まあこの見本にはなるよね。そうですね。逆に言うと、じゃあ西武、あの渡辺 GM だったりとか、うん、西武は和田投手を取ろうと思う、その何でしょう、心情というのはどこ、まあ、だからもうそういうところの、まあ、先生みたいな感じにはなってほしいっていうこともあるしね、うん、はい、だから西武っていうのは大にして宇都宮を取った時もそうだけども、うん、あのなんていうの、やっぱこうある程度実績があって、あ、まあ、ある程度じゃないな、相当な実績があって、うん、まあ、見本となるような、はい、だって和田って42歳まで投げてて、うん、今までね、やっぱそれなりの節制術だとか、まあ、故障しないとか、はい、いろんなことをノウハウっていうのは持ってると思うんだよね。だからそういうのを西武の投手陣にいい見本としてね、まあ、なってほしいっていうことと、はい、もう一つはやっぱり精神的な支柱でもあったと思うんだよ、大ベテランで、はい、まあ、投手の中ではね。でこれを抜いたことによって、まあ、例えば中でソフトバンクの中で不協和音だとか、はい、そういうものが生まれるという、はい、まあ、そういう勝負事だからさ、狙いですよね、狙いがあるのかなっていうような、そんなことも想像はできるよね。これ西武が、まあ、プロテクトされてなかった選手が誰なのかが分からないのであれなんですけど、西武が、まあ、その山川選手放出になった、野手に行かなかったっていうのはこれはどうしてなんでしょうか。だからいろんな面から考えたんだと思う。今自分、まあ、チームにとってやっぱ打てる人間が、はい、もうものすごい必要なのは分かってると思うよ、うん、だけど現状の中で、まあ、外国人も含めて、まあ、できるっていうことを考えると、
やっぱ投手のやっぱいい見本になってくれる人は誰かって言ったらさ、それはねパリーグの中で探せば和田だよやっぱ。まあそうですね、42歳、42歳で生き字引みたいな人が投げてるみたいな感じだから、だからそれはいい見本にはなるとは思うよね。そうですよね、うん、でこれに対しても朝からもうファンがもうかなり X に投稿してまして、例えば、え、和田投手なの、ソフトバンクも年齢を考慮してプロテクトしなかったのかな、和田投手球団の顔なのに切ないねとか、あと、うん、今回は結構ガチでファン辞めそうとか、うん、いや、やっぱりね、うん、まあ、確かにその X で書かれてる顔だっていうのは、はい、投手陣のやっぱ顔だよね。顔ですね、あ、じゃあソフトバンクのやっぱ顔ですよね。まあそうだよね、一、はい、人の顔だよね。だからまあそういう人間がプロテクトされてなかったっていうのは、まあ駆け引きに負けたっていうことしかないよね。西武との駆け引きにソフトバンクが、まあ、負けたというね、うん、だからやっぱもう、まあ、どこに行ったって和田は投げたらそこそこ勝っていけると思うよ、はい、まあ、今年がどうなのかはちょっとわからないけどもね。でも通常から普通に考えるとやっぱ活躍はしてくれるだろうなっていうのはもうわかるよね。そうですよね、うん、心強い。いやだけどなんて言うんだろう、和田もショックだろうし、うん、やっぱファンもショックだよね。いや、ファン、まあ、誰を取っていかれてもショックはショックなんだろうけども、うん、やっぱ和田という顔を持っていかれたっていうのはさ、これはね山川に対してのプレッシャーもあるよね。まあそうだと思いますね、うん、ソフトバンクファンの山川選手へのってところですよね。いやだから相当打たないと叩かれるのはもう必死だよね。いや本当だよ、だからもう状況的には山川は相当悪い状況にまた追い込まれたっていうことだよね、うんうんうん、本当そうです、ね、うん、だから相当なプレッシャーもかかるだろうし、まあここにはやっぱこういろんな憎しみだとかいろんなものが生まれなきゃいいけどなっていうふうには思うけどもね。そうですよね、うん、実は数日前に中村晃選手が X のトレンドワード入りしていて、それはその練習に、僕は今日は練習に行きませんっていう、X に投稿したことが、これは中村晃選手がプロテクト外れて、え、西武に行くのっていう風な感じで、そのソフトバンクのやっぱりね生え抜きというか顔である中村晃選手プロテクト外したらありえないっていうのがすごいトレンド入りしてるのか。まあまあ確かにね、この人的保障の問題で、うん、そのソフトバンクは抑えきれないだろうと、相当なやっぱりいい選手もいるし、はい、で言われてたけどもね、だから誰をプロテクトして誰を外したかっていうのはもう知りたいぐらいだけどもさ、はい、まあ、和田が外れるっていうのは、まあ、42歳だから本当取らないっていうふうに、もうそこの一点だと思ったよ。そこでしょうね、ソフトバンク側は。いやだけど俺がね、例えばチームの顔としてずっと功労してて、功労者としてやっていて、プロテクト外されてどっかに移籍するって言ったらもうがっくりくるね。やっぱりね、そのチームで骨をうずめたいって、うん、そのチームを愛してるから骨をうずめたいし、そこで終わりたいっていうのはあったと思うんだよね、うん、うん、でも西武は厳しいな。いやいやだから、いや、容赦ないというか、まあ、ルール上はいいんですもんね。いやだけどいろんなチームの考え方ってあるな。ありますね。だ、まあ、例えばさ、ちょっと前はね、オリックスからの人的保障で日高っていう ね、 若手ですね、本当に若手、若い選手を取っていったという、うん、だからそういう流れからして、なんかな、和田にはいかないんじゃないかなっていう風な感じはあったんだろうけどもさ、ただ宇都宮投手のやっぱりね例があるので、うん、西武はまあそこはもうルール上関係ないっていう、まあ、そうだね、まあだけど本当に中途半端はなくなってるな最近。ないですね、人的保障の、うんうん、まあもう本当に実績を上げてるベテランか、うん、はい、本当に若手かっていう両極端に、まあ、中間層はあんまり取らないようなね、そんな感じだよね。そうですね、だからあと生え抜き生え抜きじゃないとか全く関係ないっていうところですもんね、うんうん、まあ、例えばあの時って西武は宇都宮投手取って、うん、カープはチョン投手、うん、その選手を取ってっていう、まあそうだな、ありましたけど、だあの時もショックだったけども、うん、やっぱそれ以上になんか聞いてショックな感じはするな。ですよね。で同じパリーグ同士じゃないですか。まあまあそれは、ね、まあまあまあ そうなっちゃうんですけどね、まあ、山川選手がセリーグ同士でもあったし、あったし、いやだけどなんていうのかな、
やっぱローテーションピッチャーを1枚抜かれるっていうのはさ、で昨年でも和田がいたから、うんうんうん、有原は途中から出てきたけども和田がいたから、ね、途中まで支えてたっていうさ、ああいう功労者が外れてるっていうのはさ、ちょっとなあ、まあ、でも俺が球団を例えば GM だったら和田に行かないだろう42歳でって、うんうんね、そうですよね、自然に思っちゃうよね。しかも投手王国西武ですからね。あで打てない打てないって、ね、悩んでるチームが、うん、和田に行ったかみたいな、まあ、ここにはいろんなプレッシャーをかけてるよね、西武側がですよね、山川に対してもそうだし、うんうんうん、だからまあそこら辺の駆け引きっていうのは、まあ、西武は結構うまかったのかも、うまいって言われるようになるかもわからないよね。そうですね、うん、ただソフトバンクって決してじゃあ今去年もそうですけど、その先発ローテがすごく充実してるかっていうと、やっぱ苦しい部分もあるわけじゃないですか。いや和田に何か相談できるじゃない、若手ピッチャーとか、はい、ね、で教える能力っていうかさ、いや和田って賢い選手だからさ、はい、頭のいい選手だからそれを伝えたりだとか、もう42歳だったらもう惜しげもなく伝えていくよ、はい、お前もうちょっとこうした方が良くなるよとか、はい、そういうねアドバイスもね結構あったと思うんだよね、うん、それがもういっぺんになくなるっていうのがさ、いやそうですね、うん、でこれで西武のねその左ピッチャーさ、隅田とか佐藤だとかね、竹内だとかぎょーんと育って和田の助言が、いや和田さんの助言が行きましたねだなんて言ったら、そら和田を失ったそのソフトバンクの損害っていうのはもう金に換算できないぐらいの損失はあるよね、うん、そうですよね、うん、ましてや今年例えばソフトバンクももちろん優勝を狙ってるで、西武も巻き返しを狙ってるっていう中で、はい、仮にですよ、これ本当最後最後まで例えば西武とソフトバンクのデッドヒートなんかになって、最後和田投手最終戦出てきて抑えたりしたらもういやそれはもうかっこよすぎるよね。いやかっこよすぎですね、これはもう本当そうですね、かっこよすぎるよね、うん、で山川を三者三そう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 3連続三振みたいなやったらそりゃかっこよすぎるよね。でも可能性は十分にもちろんありますよね。まあまあ、西武もね、はい、なんていうの、まあ、ある程度整ってきてるしね、うん、で投手はいいしちょっと打てれば、はい、本当に優勝争いに顔突っ込んでくるような、うん、もうチームだからね、はい、だから和田の力っていうのはすごく大きいと思うし、うん、西武にとっては素晴らしい、はい、補強にはなったと思うよ。なりました、ね、ただやっぱ和田の精神状態だな、うん、うん、ソフトバンクに対しての西武に対してはやっぱ取ってくれたって、うん、まあ、俺でもこんな年でも必要なの、うん、本当に確かにそうですよね、嫌だけどしょうがないよねみたいな、うん、でも必要とされてるんだったら頑張ろうとするしさ、はい、いやだけどな、みたいな、うん、俺一生懸命やってローテーションもこの年で守ってきたつもりなんだけどみたいな外されてたか、外されてたっていうのはね複雑だよな。ですよね、まあ、気持ちのねベテランなので、うん、もちろん気持ちの切り替えっていうところもするでしょうけど、でもこれはね、うん、単なる人的保障だけの問題ではなくなってるね今。そうですね、うん、やっぱチームを揺るがすような人的保障になってるよね、うん、ですよね、うん、プラスそのじゃあソフトバンクの今の選手たちがこれを見て、例えばわからないですけどフロント側だったり守護神側に、和田投手外してたのっていうなんかモヤモヤとかっていうの、いやまあまあモヤモヤ誰か外れないでしょうがないんだろうけどもさ、あれだけの選手がいるから、うん、ただ山川に対して野手が ね打たなかったら、うん、和田持っていかないならもう打てよみたいな、うんうん、まあ、そういう心情にはなってくるよね、なってきちゃうよね、どうしてもそうですよね人間なので、うん、だから和田ってやっぱチームでもね確固たる地位があって、ね、顔としてやってた人間だから、うん、だからそういうふうに思うのは自然な流れだし、やっぱ山川に対してのプレッシャーというのは強くなったなっていうふうには思うね。いますね、はい、いやでも本当プロ野球界で42歳でもまだ他のチームで欲しいって思われてるっていうのはすごいことですね。いやだから和田がそれだけ素晴らしいっていうことだよ。ですよね、うん、だからもう本当に応援していくしね、はい、もう頑張ってほしいと思う。新たな、ね、ユニフォームになって、ね、まあ、新たな、ね、うん、チームでユニフォームを着るとまた新たな発見があるかもわからないし、はい、和田にとってね、そうですね、うん、それとやっぱ若手が慕ってきたらね、うん、まあ、おそら
く惜しげもなく教えてくれるだろうし、はい、だからあのいいなんていうのかな環境で、うん、いい状態でやってほしいなっていうふうにもう願ってる。そうですね、はい、